Today I wanted to show you how to make Hari Hari Ni, which I made with my grandma. Hari Hari came from the texture, crunchy texture of the vegetable like daikon radish. And ni means to simmer, so it is simmered daikon radish with crunchy texture. It goes great with white rice. And also you can eat it as is because it is not that salty. So I hope you enjoyed this video and I hope you can try it out. Here are the ingredients.ちょっと食べてみて、1キロ500って大根1本ぐらい大きいかな。うん、このぐらいの塩にしてある。うん、そうしたら水がこんだけ出る。うん、いや美味しい。このまま食べても、ね、このままでも美味しいね。美味しいでしょ。うん、だからもうこれ水が抜けてるからなんかふにゃっとシャキッとしてるよね。うん、Okay, so here I will show you how she prepared the daikon radish. Slice daikon radish into quarter rounds. Then toss with salt, make sure it is not too salty but tasty.You can eat and check how it tastes. Then leave for a few hours overnight until wilted and water comes out.普通のね、梅干しでいいのよ。で、これね、ちょっとね、よその梅をもらってして、失敗しはった梅やねんね。はい、ここで火をつけますね。で、これで沸騰さして、私はまた私でこんなに絞ったら、かけたりして。ザルにあげただけじゃダメね。絞って、しっかり。三温灯やからすぐ溶けるからね。そうね。ほんまだ鍋を揺すって、ね、すぐ溶けるでしょ。うん、味付け。おお、もう入れるんだ。うん、絞って入れるから。水がね、うん、よう出るから、これからお水がよう出るから、こう絞っても絞っても、うん、でもちょっとぐらいだったら大丈夫なんでしょ。うん、大丈夫やけどね、あんまりやると塩気が薄くなるし。ねえねえ、塩ってさどのぐらい入れたんだ。少ししか入れへんよ。少し、うん、ちょろちょろっと入れるだけで粉水分が出るの。うん、あんまり入れたら辛くなる。適当に、手で適当に適当に、だからいい加減手にちょっとしてちゃちゃちゃと混ぜてみて、噛んでみたら分かるから。ほう、それによってね。うん、また足らんなと思ったらまたちょっとつけた。でもあんまりその塩味は関係ないんだ。味じゃないからね。水分抜くだけだからね。そうか。それがね、まだある程度この塩分もないと味が出んのよね、おかしい。あ、本当に。うん、じゃあやっぱ大事なんだね。大事よ、塩。
くとか。これもまたほっとくの？このまま、はいはい、混ぜないで、はい、今からちょっと時計見て5分このまま5、6分炊くの、はいはい、開けたまま蓋、はいはい、3分ぐらいしたらちょっと混ぜとかなんだらね、うん、これは出してないまだ2分で、うん、これで 500g かまだまだゴーヤもやるからね。ゴーヤが美味しい。へえ、美味しそうゴーヤ、うん。ゴーヤやってるのは美味しいよ。ご飯でもどれでやるの？あれスルメと。スルメと？あのスルメがあるでしょ。普通に食べるソフトスルメ、私は使うんだけどね。あれをこれぐらいに切ってね、ゴーヤの大きさぐらいに切って、ちょっと割いとくのよね、食べるの。それで一緒に炊くんだけど、美味しい。ゴーヤいいね。ゴーヤ美味しい。あ、おばあちゃん6分。6分、うん、はい、もうじゃあ切るわね。よし、そしてこれ、すごいよね。これだけ出しあるからね。うわすごい。それ、まあ、でも煮詰めんだよね、これ。煮詰める。半分に。ああ半分が難しいなねえ難しいね、うん、何分とかじゃないんでしょ、うん、何分とかじゃない強火でもうガッと、うん、もう半分になってくれたなったかね。じゃあこれをここに戻しまして、はい、ぐっと混ぜまして、それで火を止めます。これでもこのままこのまま冷ますと、はい、このまま冷まします。じゃあ食べてみよう。おいしい。いいね、ヘルシーだし大根いいね。大根体にいいしね、うん、大根はね、ねえ、消化にもいいしね、こういうのはいいね。 Now I will show you what you can do with the leftover cooking liquid. I'm going to use Buri Japanese amberjack. Place them in a pot with the cooking liquid. Then bring to a boil.Remove the foam. Cover and simmer until the liquid is almost gone. Now remove the fish.Saute daikon leaves or spinach if you like. Serve on the dish, and now it's done! Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial.大根の芯が取りたかったから昨日自分で作ってみました。おばあちゃんに教えてもらった材料の通りで作ったら、うん、結構ちゃんとそのまんまの味になりました。なのでぜひ同じ材料を使って作ってみてください。ほとんど多分、ね、アメリカなんかだったらもう多分日系スーパー行ったら売ってるような材料だと思うので、はい、ではいただきます。うん。
実はたくあん苦手なんだけど、これまたたくあんとは違って甘辛くて生姜の風味がもうすごい効いてて、とにかく美味しいです。なのでたくあんが嫌いな人もぜひ作ってみてください。うん、じゃあはい、そしてブリを食べたいと思います。ちょっと別の日なので洋服が違うんだけど、はい、まずはこの野菜、野菜っていうかこれ大根の葉っぱ、もうすごく美味しいですね。せっかくあんなね立派な葉っぱがついてたので一緒に炒めてみました。食べてみます。うん、はい、そしてメインのブリもいただきたいと思います。すごく美味しいです。これも食べたんだけどめっちゃ美味しいです。うん、うん、いや、おばあちゃんがねタレをね入れて煮ただけって言うからどんなもんかと思ったら抜群の味付けです。すっごく美味しいです。うん、これはね美味しすぎてやめられません。うん、なので煮汁までちゃんと取っといて、こうやってね別のお料理にアレンジしてください。美味しいです。とにかく美味しいです。うん、おいしい。